皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけみです。今回は眠っていた脳細胞が強烈に覚醒する奇跡のブースター食材トップ5と題して科学的根拠にしっかりと基づいて皆さんの脳細胞を爆発的に活性化する奇跡の食材について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。さて皆さんは最近なんだか ぼーっとととししてままうといういことはありませんか集中力や記憶力が低下するといった脳のパフォーマンスの低下は実は皆さんが普段食べている食事が原因となっているかもしれません仕事や勉強で高いパフォーマンスを出さなければならない人たちにとって脳の健康というのは非常に重要な問題でありますまた こういった人たちだけでなく、人生を幸福に生きていきたい。人生でより良い判断をしたい。一度きりの人生を最大限楽しみたいという人にとっても当然のことになりますが。 脳のパフォーマンスを高めて、脳を健康に維持してあげるということは、極めて重要な要素であります。脳のパフォーマンスを高めることができれば、頭がどんどんよく働くようになり、目の前の出来事を楽しむこともできますし、自分のより良い人生について、しっかりと考えて、賢明な選択をすることだってできるでしょう。 そこで本日は眠っているあなたの脳が強烈に覚醒する奇跡の食べ物を5つほど皆さんにご紹介していきたいと思います。日々の生活で高いパフォーマンスを求められる皆さんにとってこれはめちゃくちゃ重要な知識だと思うのでぜひ最後まで見ていただけると嬉しく思います。それでは早速参りましょう。 本日のお品書きは次の通りです。一言で脳細胞こそが若さの秘密。脳が老化しない人が絶対に食べている奇跡の食材トップ5について、二言で恥ずかしがらずにあれを使いなさい。脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣参戦についてお伝えしていきたいと思います。それでは早速一言の 脳細胞こそが若さの秘訣。脳が老化しない人が絶対食べている奇跡の食材トップ5について解説していきたいと思います。さて、私たち人間を含むありとあらゆる動物はわずか3つのものを外界から取り入れることによって日々生きております。その3つとは光、 空気、食事、この三つであります。私たちは光がなければビタミンを合成できず、骨を育てることができません。また空気がなければ当然呼吸ができずに窒息してしまいますよね。これら光と空気と並んで私たちが生きていくために、 決して欠かしてはならないのが当然のことながら食事なんです。にもかかわらず、私たちは食事はとりあえずエネルギーが取ればいいやなんて食事を軽視しがちですよね。しかし、私たちの脳細胞は他の全ての細胞と同じく私たちが食べたものだけをエネルギー源としております。ですから、 皆さんの脳が高いパフォーマンスを発揮できるかどうかは当然皆さんが食べた食事の内容にかかっていると言えます。 そこで一元では皆さんの眠っている脳細胞を覚醒させるためのうってつけの食べ物をご紹介していきたいと思います。まずは皆様が動画の構成を理解しやすいようにこれから紹介していく脳が老化しない人が絶対食べている奇跡の食材トップ5を最初にまとめて発表しておきましょう。それは次の5つになります。 1. 1ワーキングメモリが爆上がりするブロマプロセスで作られたあのお菓子。2. リモネンで薄毛予防、皮ごと食って若返る最強の柑橘類。3. 若者に大人気、対人美女が全員食べているあのタイ料理。4. 善玉バクテロイデスが爆上がり、脳腸相関を改善する奇跡の酵素水。5. 脳の蘇生の半分を占める絶対に飲むべきドリンク。 ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。また単に脳が老化しない人が絶対食べている食材を紹介するだけじゃなくてそれに関連した生活に役立つ様々な健康的な知識、科学的な知識も同時に習得できるように工夫して動画を作っておりますのでぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しく思います。それでは早速一つ目の脳がが老化しない人が絶対食べている いる奇跡の食材ワーキングメモリが爆上がりするブロマプロセスで作られたあのお菓子について解説していきたいと思いますさて皆さんは私たちの脳というのはそもそも何でできているのかというのをご存知でしょうか実は私たちの脳というのはほとんどが水と脂肪でできているんですこれらのうち 脂肪というのは、とても酸化しやすい物質になります。酸化とは、一言で言えば、物質が錆びてしまうことであります。皆さんは、外に出しておいた自転車が、いつの間にか錆びてしまっているのを見たことがあるでしょう。あれは、自転車の材料である鉄が、酸素に触れることによって、酸化してしまうために起こる現象になります。 実はそれと同じように、私たちの脳細胞もまた、活性酸素という強い抗酸化力を持つ物質によって酸化され、錆びついてしまうんです。もしも、脳細胞が自転車のように錆びついてしまったらどうでしょうか皆さんの脳のパフォーマンスは爆下がりして、考えることも記憶することもできず、様々な障害が出てくることでしょう。 例えば、大脳皮質の脳細胞が錆びてしまえば、私たちの思考力や判断力というのは、格段に低下してしまうということが分かっているんです。前頭葉の障害によって、人格的な部分が阻害され、集中力が悪くなってしまうこともあります。また 記憶を司る側頭葉や会話が障害されてしまえば、皆さんは覚えが悪くなるとともに、すでに覚えていたことすらも、どんどん忘れていってしまうようになるでしょう。脳細胞の酸化が脳に与える悪影響は、思考力や記憶などの工事機能のみではありません。 私たちの脳には、ホルモンバランスや体温調節など、生命を保つために必須の機能が多く備わっております。脳が酸化してしまうと、このような脳幹機能も障害されてしまうため、全身に悪影響が及ぼされてしまいます。ですが、どうぞ安心してください。この世界には、私たちの脳のサビを取ってくれるという素晴らしき食べ物が存在しているんです。皆さんは、 抗酸化作用という言葉を絶対に聞いたことあると思います。先ほど活性酸素による細胞が錆びついてしまう現象のことを酸化と言いましたが、文字通りこの酸化に対抗してくれるのが抗酸化作用になります。 そして、この抗酸化作用を持つ物質を抗酸化物質と言います。特に脳細胞にとって素晴らしい抗酸化作用を発揮してくれる栄養素がポリフェノールであります。ポリフェノールとは植物が持つ苦味や渋みなどの成分の総称になります。例えば赤ワインに豊富なポリフェノールが含まれているなんていうことを皆さんは一度は聞いたことあるでしょう。そして、 皆さんの眠っている脳細胞を活性化させるために うってつけのポリフェノールがありますそれは皆さんも大好きなお菓子チョコレートに含まれるフラバノールでありますカカオに含まれるフラバノールには私たちの脳細胞の酸化を食い止めるということのほかに脳の血管機能や血流を改善してくれるという効果があるとされています幅広い年齢の男女1000人近くを対象にした大規模な疫学研究では週にわずか1枚のチョコレートを食べる人では記憶 やワーキングメモリーなどの認知能力が チョコレートを食べない人に比べて優れているということがわかっています。とはいえ、フラバノールが持つ素晴らしい脳の若返り効果を十分に堪能するためには、尊女そこらに売られているような砂糖たっぷりのミルクチョコレートを食べるのではいけません。砂糖たっぷりのミルクチョコレートにはカカオがほんの少ししか入っておらず、せっかくのフラバノールが持っている抗酸化作用を台無しにしてしまうからであります。そこでぜひ、 皆さんに食べていただきたいものがダークチョコレートになります。とは言っても、このダークチョコレートの中にも食べて良いものと食べていけないものがあります。皆さんはダークチョコレートの原材料表示にダッチプロセスと書かれてあるのを見たことがないでしょうか大抵は原材料表示のココアの隣に書かれております。このダッチプロセスは ダークチョコレートの味を良くするために人工的に孵化される処理のことなんですが、この処理はカカオに含まれるフラバノールをはじめとした様々な植物栄養素を損なわせてしまうんです。 ですから、皆さんがダークチョコレートをチョイスするときには必ず、ダッチプロセスを経ていない、ブロマープロセスというもので作られたものを選ぶようにしてほしいと思います。ダークチョコレートが健康に良いということは、私のチャンネルで何度かご紹介したことがありますが、このように、さらに細かく、ダッチプロセスではなく、ブロマープロセスで作られたダークチョコレートを選んでくださいというのは、初めてお伝えする情報になるので、ぜひとも参考にしていただければと思います。 と思いますさて、いかがでしたでしょうかそれでは、ここまでで一つ目の、ブロマープロセスで作られたダークチョコレートについての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次二つ目の、脳が老化しない人が絶対食べてる奇跡の食材、リモネンで薄毛予防、皮ごと食って若返る最強の柑橘類について解説していきたいと思います。さて、皆さんは、 皮を剥いて冷蔵庫に入れておいたリンゴが2、3日経つと茶色く変色してしまっているのを見たことがあるでしょう。 これは先ほど申し上げた酸化がリンゴの表面で起きてしまっているためになります。ですが同じリンゴを皮を剥かずに置いておいたらどうでしょうかそうです。皮を剥かずに置いておいたリンゴは2、3日経ったとしても茶色く変色しないんです。これは一体なぜなのでしょうかこの秘密は先ほど申し上げた抗酸化作用がリンゴ本体ではなくてリンゴの皮に存在しているためであります。 つまり、リンゴが持つポリフェノールは本体ではなく皮の部分に含まれているということであります。また、先ほど軽く赤ワインについても触れたんですが、赤ワインが白ワインよりも体にいいのは、ブドウの皮をそのまま原料として使っているためであります。 赤ワインは、ブドウの皮を原料としながらも、ブドウが持つ大量の糖質が除外されているため、健康に悪いということで有名なお酒の中でも、まあ体に良い方のものであるとして有名です。このように、多くの果物は本体よりも皮の方がむしろ健康に良いと言えるんです。そして 私たちの脳細胞を酸化から守るために最も効果的なポリフェノールがつまり柑橘類に含まれているリモネンというポリフェノールになりますリモネンはちょっとレモネードやレモンという響きを連想させますよねそのイメージの通りリモネンはレモンの香りとして非常に有名ですリモネンはレモン以外にもオレンジなど様々な柑橘類の皮に豊富に含まれております とはいえ。 柑橘類って普段皮ごと食べたりはしませんよね。どんなに体に良くても、みかんやレモンを皮ごと食べるというのはちょっと難しくて現実的ではないかなと思います。そこで皆さんにおすすめしたいのが、皮ごと食べられる柑橘類である、金ン,ンであります。毎年冬になると、金ン,ンの美味しい煮物を作っていますなんていう方も多いかもしれません。丸ごと食べられるシラスが数ある魚の中でも、 非常に栄養価が高いのと同様皮も含め全ての栄養素を一気に摂取できるきんはアジアでは健康食として古くから食べられてきましたちなみにリモネンには抗酸化作用のみならず代謝をアップさせて コレステロールを減らしてくれる作用もあるということが最近分かってきました。代謝をアップすることで体の内側から内臓脂肪を減らしてくれるため、ダイエットをしている人にもうってつぎな食材と言えるでしょう。 さらに、最近の研究では、リモネンには、抜け毛防止や、リラックス効果などの、様々な効果があるということも実証されております。不眠や、抜け毛が気になる人にもおすすめですので、まだ食べたことがない人は、ぜひ、金管を試してみてほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうかそれでは、ここまでで二つ目の、皮ごと食って若返る、最強の柑橘類、金管についての解説を終わりにして、次に行きましょう。 それでは次3つ目の脳が老化しない人が絶対食べている奇跡の食材若者に大人気対人美女が全員食べているあのタイ料理について解説していきたいと思いますさて脳細胞を活性化して眠っていた脳が覚醒する奇跡の食べ物の3つ目は最近若い人たちの間で大流行中のタイのスパイス パクチーであります。実はこのパクチーは私たちの脳にとって有害な水銀などの重金属をデトックスしてくれる効果があるということが最新の研究で分かってきているんです。重化学工場がここまで進んだ現代社会においてそこに暮らす私たちの体には知らない間に様々な有害な重金属が蓄積されていきます。先ほど外に出しておいた 自転車の鉄が錆びてしまうという例を挙げましたが、鉄をはじめとする重金属は非常に錆びやすいという性質を持っております。ですから、体の細胞に溜まった重金属は活性酸素の生成を促し、細胞が錆びるスピードを アップさせてしまうんです。このような、重金属による害を避けるためには、重金属をデトックスして、体の外に排出してあげる必要があります。なぜならば、私たちの解毒臓器である肝臓は、重金属を分解することができず、うんちやおしっことして、外に出すしかないためです。そこでぜひとも食べていただきたいのが、大量にに欠かせないパクチーであります。皆さんは、 タイの女性がとても綺麗であるということをご存知でしょうもしかしたらこの動画をご覧のおじさま方の中には若い頃にタイ人女性にハマっちゃったなんていう人もいらっしゃるかもしれませんね最近では 大人気 K-POP グループのブラックピンクのリサさんをはじめ世界的に活躍するタイ人女性なんかもたくさん出てきました。実は最近、このような美しいタイ人女性の若々しさの秘訣はパクチーによるものではないかという研究もあるんです。 パクチーには水銀や鉛などの重金属を体外に排出するキレート作用という働きがあり、この作用こそがタイ人女性を若々しく美しくしている秘訣なのではないかと言うんです。今現在、急速に経済発展が進んでいるタイでは、PM2.5 をはじめとする空気汚染や土壌汚染、 そして食品の汚染などといった公害問題が噴出しています。このような散々たる状況下にあっても美しいタイ人の女性たちはまさにパクチーの綺麗と作用のたまものであると言えるかもしれません。またパクチーはハーブですから 抗酸化作用のあるビタミン C やビタミン E をはじめとして様々なビタミンが含まれております。お肌の健康維持に大切なビタミン B もたっぷりと含まれておりますから美容のためには最高のハーブであると言えるでしょう。さらに何と言ってもパクチーの特徴はあの独特な香りですよね。パクチーの香り成分であるリナロールという物質には私たちの腸管内に溜まってしまったガスを 排出してくれる成長作用もあると言われていますこのリナロールはラベンダーやローズなどにも含まれる香り成分であり化粧水から香水に至るまであらゆる美容製品にも使われておりますまたリナロールはその香りによって私たちの脳をリラックスさせ副交感神経を優位にしてくれるという作用もありますこのようにまさに美容 健康の宝箱とも言えるパクチー。まだ試したことがない人は、ぜひぜひ食べてみてほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで3つ目の、対人女性が全員食べている、あのタイ料理、パクチーについての解説を終わりにして、次に行きましょう。 それでは次4つ目の脳が老化しない人が絶対食べている奇跡の食材、善玉バクテロイデスが爆上がり脳腸相関を改善する奇跡の酵素水について解説していきたいと思いますさて、あなたの眠っていた脳細胞たちが劇的に活性化する素晴らしい食事の4つ目が善玉バクテロイデスが爆上がりする奇跡の酵素水、甘酒酵素水でありますこの甘酒酵素 素水というのはおけない食事の習慣というベストセラー本の中でなぐ義則先生が提唱されている万能のドリンクであります皆さんは甘酒が飲む天敵と言われているのを聞いたことがあるかと思います甘酒には体に良い食物繊維やオリゴ糖がたっぷりと含まれ腸内環境を整えてくれるという効能がありますですがどうしても 甘酒でネックなのは糖質が高いことであります糖質が健康に悪いというのはこのチャンネルでいつも述べている通りです。つまり甘酒には栄養が豊富に含まれているが糖質が高いというデメリットも同時に潜んでいるということになるんです。ですが ボケない食事と習慣の中で、南雲先生が提唱しているこの甘酒酵素水は、このような甘酒のデメリットを取り除いて、甘酒のメリットだけを享受することができる奇跡の飲み物なんです。甘酒酵素水は 甘酒に小さじ一杯の乳酸菌を加えるだけで出来上がります。小さじ一杯の乳酸菌が甘酒を持つ糖質を分解してくれるので甘酒の中から必要な栄養素だけを取ることができるんです。 甘酒酵素水をたっぷりとると、善玉バクテロイデスという私たちの腸内環境を維持するために必須の善玉菌が増殖してくれます。私たちの腸と脳の間には、脳腸相関という密接なつながりが存在していて、腸内環境というのは私たちの脳にものすごく大きな影響を与えるということが、近年の研究によって明らかになってきております。ですから 甘酒酵素水によって腸内環境を整えることはすなわち脳の健康を整えることに他ならないんですこの甘酒酵素水を作るための乳酸菌ですがなんとなぐ先生は市販の乳酸菌の入ったヨーグルトを使用しても ok だとおっしゃっています 甘酒も乳酸菌入りのヨーグルトもどっちもコンビニで買えてしまいますからすぐに簡単で試すことができますよね超簡単ですからぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいさていかがでしたでしょうかそれではここまでで4つ目の脳腸相関を改善する奇跡の酵素水甘酒酵素水についての解説を終わりにして次に行きましょう それでは次、五つ目の脳が老化しない人が絶対食べてる奇跡の食材、脳の蘇生の半分を占める絶対に飲むべきドリンクについて解説していきたいと思います。さて、最後にご紹介する脳が強烈に覚醒する奇跡の食べ物は皆さんが毎日絶対口にしている食品、すなわち水であります。先ほど私たちの脳はほとんどが水と脂肪からできていると申し上げました。 また、脳に栄養を届ける血液は当然水でできています。ですから、私たちの体から水が不足してしまうと、当然脳の認知機能も障害されてしまうわけです。一般的に推奨されている水分量は1日2.5リットルと言われています。このうち私たちは食事から1リットル程度の水を摂取できるため、食事以外として1日1.5リットル程度を飲むのが目安となっております。 1.5リットルというのはそのまま1.5リットルペットボトル1本分ですから意識しないと取れないぐらい結構な量でありますコーヒーや緑茶など体にいい飲料として飲むのはもちろんのことそれだけでは 足りなくなってしまうので、ぜひペットボトルのミネラルウォーターを自宅に常備しておき、こまめに飲むようにしましょう。水をこまめに飲むだけでも、あなたの脳はしっかりと働き始めるはずであります。さて、いかがでしたでしょうかそれでは、この辺で一元の内容をまとめておきたいと思います。一元では、脳が老化しない人が絶対食べてる、奇跡の食材トップ5についてご紹介いたしました。ポイント1。 アルカリ処理を経ていないブロマプロセスで作られたダークチョコレートや柑橘類の皮には脳細胞の老化を防いでくれる素晴らしい抗酸化物質が豊富に含まれております。さすがに。 みかんやレモンといった柑橘類を皮ごと食べるのは難しいので、抗酸化物質であるリモネンを取るためには、金管がおすすめである。ポイント2、脳の認知機能を下げてしまう原因として、最近では重金属の蓄積が問題となっている。大料理でよく食べられるパクチーには、このような重金属を デトックスしてくれるキレート作用があるほか様々な美容効果があるため老化が気になる人はぜひ取り入れてほしい。ポイント3 昨今、私たちの腸管と脳の密接な相互作用である脳腸相関が注目されており、脳の健康を保つために腸内環境を整えることは不可欠である。腸内環境を整えて善玉菌を増殖させるためにヨーグルトと甘酒から作ることができる甘酒酵素水はうってつけである。それでは次2言で。 恥ずかしがらずにあれを使いなさい。脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣参戦について解説していきたいと思います。さて、一限では私たちの眠っていた脳が強烈に覚醒する奇跡の食べ物についてお伝えしました。 続く2件では脳を覚醒させてくれる食べ物以外の習慣を皆さんに3つほどご紹介していきたいと思います。まずはこれから紹介する脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣3選を最初にまとめて発表しておきましょう。それは次の3つになります。恥ずかしがらずあれを使いなさい。脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣3選1 1>, 1日1分、脳細胞のミトコンドリアが爆上がりする奇跡の習慣。2、40歳を超えたら恥ずかしがらずにあれを使いなさい。3、絶対やれ。認知症にならない人が全員やっているあの習慣。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げてわかりやすく解説していきたいと思います。まずは一つ目の。 脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣。1日1分、脳細胞のミトコンドリアが爆上がりする奇跡の習慣について解説していきたいと思います。さて、脳細胞を老化から守り、脳が覚醒するために絶対にやっておきたい習慣の一つ目が、 寒冷刺激にによってあななたの深部体温をアップさせるという習慣になります私たちの体には常に体温を一定に保とうとするホメオスタシスという機能があるんです。皆さんが住んでいる日本には四季があり、冬は0度近くまで行く一方で、夏は40度を超える地域もありますよね。 ですが、どんな人でも大体体温は35度から37度程度で一定なんです。冬になるとまさか体温が20度になって、夏になると体温が40度になってしまうなんていうトカゲ人間みたいな人はまさかいませんよね。このように体温を一定に保つために私たちの体は外界が暑いと深部体温を下げる。逆に外界が寒いと深部体温を上げる。 という性質があるんですそして私たちの脳細胞を活性化させるには深部体温を上げるる方向に作用させる必要がありますなぜならば深部体温が上がると私たちの脳細胞が持つミトコンドリアが増えて脳に供給されるエネルギーが爆上がりするからであります。 皆さんも中学校の理科とか高校の生物なんかでミトコンドリアという名前については一度は人生で聞いたことあるでしょう。このミトコンドリアは私たちの細胞の中にある小器官の一つであり、主にエネルギーを作り出す作業を担当している超重要なものになります。まあ簡単に言ってしまえば、 深部体温が上がることによってエネルギーを作り出しているミトコンドリアが増えるからそりゃその分私たちエネルギーが増えちゃうよねということになるんですではではどのようにすれば深部体温を上げることができるのでしょうか先ほど申し上げた通り深部体温を上げるためには外界の温度を下げてやれば良いんですそこでおすすめしたいのが冷水シャワーであります 暑いサウナに入った後の水風呂って最高に気持ちいいですよね。ただなかなか近くに銭湯がないような方は毎日サウナに行くのはなかなか難しいかもしれません。そこでサウナから水風呂という鉄板セットの代わりに お家でできる入浴から冷水シャワーというセットを試してみていただきたいと思うんです。この冷水シャワーには深部体温を上げてミトコンドリアを増やし脳を活性化する以外にも 傷んだ筋肉を修復したり、免疫機能をアップさせてくれるといった嬉しい効能もあります。さらに、冷水シャワーには脂肪燃焼をサポートしてくれるという働きまであります。これは、寒冷刺激を受けると、私たちの脂肪が褐色脂肪というカロリーを燃焼させることによって、体の熱酸性を向上させるような、良い脂肪に変わってくれるためであります。また セルという生物学会で著名な学術誌に掲載された最新の研究によれば低温刺激にさらされた腸内細菌層は代謝を高めて脂肪燃焼を活性化する方法に変化するということまで分かってきているんです。さらに冷水シャワーを浴びることによって体中の毛細血管が広がるため顔色が良くなるというメリットもあります。顔色が悪くて チークが手放せないなんていう女性の方にも、もしかしたら、冷水シャワーによって、すっぴんでも美しい方の血色を保つことができるようになるかもしれません。さすがに、寒い真冬の季節に、冷水シャワーはちょっと厳しいかもしれませんが、これからせっかく暖かくなる季節ですから、この機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 それではここまでで一つ目の脳細胞のミトコンドリアが爆上がりする奇跡の習慣、冷水シャワーについての解説を終わりにして次に行きます。 それでは次二つ目の脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣40歳を超えたら恥ずかしがらずにあれを使いなさいについて解説していきたいと思いますさてこのチャンネルをご覧の皆さんの多くは40歳から60代ぐらいであると思います 実は私たちは40歳を過ぎたあたりから徐々に聴力の低下が始まり70歳になると約半数の方が老人性難聴になると言われているんです皆さんの中に最近テレビの音量を大きくしがちだなんていう方はいらっしゃらないでしょうかあるいは聞き返すことが多くなったという方もいらっしゃるかもしれません そのような方は、老人性難聴の前兆かもしれません。実は、統計的に老人性難聴は、認知症と、 性の相関があるということが知られているんです。これめちゃくちゃ重要ですよ、皆さん。私たちの脳というのは、外界からの刺激によって活性化しますが、難聴になると、聴覚刺激が低下し、その分、脳の聴覚野の活性も低下していってしまうんです。私たちの聴覚野は、脳の側頭葉に存在しており、記憶を司る部分に非常に近い場所にありますので、 難聴になると、聴覚やの活性が低下することで、記憶力をはじめとする認知機能も一緒に低下してしまうのではないかと考えられているんです。ですから、少しでも難聴が気になり始めた人には、早めに補聴器の活用を始めるようにお勧めさせていただきます。これは、補聴器をつけることによって、脳に入ってくる聴覚信号を少しでも高め、認知機能の維持を促すためであります。 皆さんは目が悪くなってきたら普通にメガネとかコンタクトレンズを装着しますよね。ですが、誇張器となるとなぜか急に多くの人が恥ずかしがってつけるのを嫌がる傾向にあります。しかし、難聴と認知症とに性の性感があるとなれば恥ずかしがっている場合ではありません。もしも、 認知症になってしまえば、右も左もわからなくなって徘徊し、挙句の果てには肺、排尿排弁も自分でできなくなってしまうなど、恥ずかしいところの騒ぎではなくなってしまうかもしれないんです。ですので、脳の活性化のために、もし難聴が気になりだしたら、ぜひとも早めに補聴器を使うという習慣を身につけるようにしてほしいです。さて、いかがでしたでしょうか それではここまでで2つ目の40歳を超えたら恥ずかしがらずに補聴器を使いなさいについての解説を終わりにして次に行きましょう。 それでは次3つ目の脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣、絶対やれ、認知症にならない人が全員やってるあの習慣について解説していきたいと思います。また、脳細胞の機能を維持して脳の覚醒度を高めるために、ぜひとも皆さんにやっていただきたい習慣が常に 新しい人と関わるということになります大人になるとだんだん人間関係が狭まってきますよね皆さんの電話帳にはもはや会社や仕事関係のアドレスや番号でいっぱいなのではないでしょうか私たちの脳は慣れた刺激をずっと受け続けているとどんどん劣化してしまう性質があります脳を活性化しておくためには新しい刺激が必要なんですそして 新しい刺激を受けるために最も手っ取り早いのが知らない人と会話をすることであります。中高年以上になるとどんどん新しい人と出会う機会が減っていきますよね。これは逆に中高年以上になったら自分から意識して積極的に新しい人との出会いを求めに行かなければならないということなんです。そして新しい人との出会いを求めるためにうってつけなのがやはり新しい趣味を見 見つけるとといううことでしょう最近では複数趣味を持っている人はそれだけ認知症のリスクが下がるという研究もあり趣味がたくさんあればあるほど脳は活性化していきますですから新しい趣味を見つけるというのは二重の意味であなたの脳にとって大きなメリットがあるんですまた今50代以上の皆さんにとっては定年退職ももう間近に迫っていることでしょう 実は趣味に限って言うと認知症のリスクが最も高いのは長年仕事そのものが趣味で仕事以外に趣味がなかった人であるという研究もあります。また ずっと仕事人間だった人は定年後にやるべきことが急になくなって鬱になってしまうリスクも高いと言われています。ですので老後のことを考えても今のうちにたくさんの趣味を見つけておくということはとても重要なことなんです。ただし この論旨からはちょっとずれてしまいますが、中高年になれば、自分一人だけでやり続けられる趣味を一つや二つ見つけておくということも重要になります。年をとってしまえば、私たち人間は必ず孤独になります。そのような孤独を嘆いていては、 私たちの心はネガティブになり、脳は萎縮していく一方でしょう。ですので、人と一緒にできる趣味を見つけつつも、いずれは人間皆孤独になるということを理解し、ずっと一人で続けている趣味を同時に探していくということが重要です。これまで趣味がなく、仕事一本だった皆さんも、ぜひこの機会に素晴らしい趣味を見つけてみてほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうか それでは、この辺で二元の内容をまとめておきたいと思います。 この2限では脳細胞を老化させないための絶対にやるべき習慣を3つほどご紹介いたしました一つ目が1日1分脳細胞のミトコンドリアが爆上がりする奇跡の習慣でした私たちの体が寒冷刺激を受けるとホメオスタシスを保つために深部体温が上昇します深部体温が上昇すると脳細胞の中のミトコンドリアが増えて脳細胞に供給されるエネルギーが爆上がりし 脳が活性化します以上の理由から積極的に冷水シャワーなどを浴びて寒冷刺激を与えることが脳の老化予防に役立つとお伝えいたしましたそして二つ目の習慣は四十歳を超えたら恥ずかしがらずに補聴器を使いなさいというものでした最近では老人性難聴と認知症の間に性の相関があることが様々な研究から分かってきております聴覚機能は 一般的に40歳前後から下がり始めると言われていて最近 テレビの音を大きくしがちだったり聞き返しがちの人は聴覚が低下している前兆かもしれないのでぜひ早めの補聴器の活用を検討しましょうということをお伝えいたしましたそして3つ目の習慣が絶対やれ認知症にならない人が全員やっているあの習慣でした最新の研究によって趣味が多ければ多いほど認知症のリスクが低くなるということが分かってきましたまた新しい人とと触れ合うことは 脳を強く活性化させてくれるためこれまで趣味がなかった人は老後に向けて今のうちから複数の趣味を探しておくと良いとお伝えいたしました本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました